これこれ40万のめんぐみんだ。はい、どうもダンソンです。というわけで、はい、この野菜1日これ1本を30日飲み続けると顔の色が変わるのかというネタの30日目で結果が出ました。はい、出ました。もうマジこの都市伝説に今回は体を張って挑ましてもらいました。すごい結果になって思った以上に。いや、そうですね、びっくりする結果になってます。びっくりする。みんなこの野菜ジュースのこと舐めてますよ、世の中では。栄養補助飲料って言ってね、はい、どうせ飲んでも意味ねえだろって思ってるやつが大半なんです、はい、でも飲み続けたら全然違うから。はい、それじゃあまず、はい、10日目の私たちご覧ください。はい、どうぞ。というわけで10日間しました。はい、しました。どうでしょうか。野菜嫌いなんですよ。野菜普段食ってないもんね。食ってないですから。まるっきり食わないんだよ、ダンソン。どうですか。俺はね、なんでもない。なんでもないですよ、私。全くないですか。全くない。いや、写真を見る限りちょっと赤くなったかなとは思うんだけど。ダンソン、なんかあります。私はですね、便通が良くない。あ、すごい。便通が良くない。だダンソンはもう、うんこ出ないで有名だから。もう2週間出ないですか。そう、通常普通はね、普通は2週間出ないうんこ、はい、それがなんと3日で出ます。すげえ。これ3本目でうんこ出たの。そうです。すげえ。私もびっくりしました、ね、やべえ来るぞ。いや、ダンソンのうんこマーチンだと長いんだよな。いや、でもその話で3日目だいぶ30分ぐらい2人で盛り上がってすごかったん。なんか2週間の時は右手みたいなうんこが出る。そう、右腕みたいなやつが出る。で、このうんこを出す時も肛門から手でそれを持ってグッグッって出さないとそのうんこが出ない。もう何重苦なんだよそれをっていうのうんこがなんと3日で出たんですよ、飲んで。今10日だけ経ちましたけど、この10日間ですでに2回出てる、うん、すごい。14回に1回しか出ないうんこが10日で2回も出てる。すごい快挙だよこれ。もう俺はそれを思ったんですよ。もうカゴメのこの野菜1日これ1本は補助だって言われてるんですよ。そう、栄養補助飲料って言われてて、いやこんなの飲んだって別に補助だろみたいなの世間からもうこれも飲む、聞く、聞いてる 100% だ。俺特に何も思ってないけど、そう聞いたらちょっとうんこ出てる気がするんですよ。メグさんも出てる気がすると。いつも、そう、なんかいつもよりも気持ちよくなってるんですよ、うんこし終わった後が。なるほど。俺はね、だから俺これを続けて30日経てばダンソンが毎日うんこ出るようになってんじゃねえかと。かもしれないですね、もしかしたら。ちょっとまたさらに経過を見てみましょう。やっと3分の1なんで。はい。いや、もうとんでもないな。いや、とんでもないです。とんでもない。この野菜ジュースマジでやべえよ。たった10日ですからね。10日でこの変化。こっちもマジでビビったからね。私にとっては本当にでっかい人生の人生のターニングポイント、ターニングポイント、お通じのターニングポイントです。恐ろしいっすよ。じゃあさらに10日経った20日目、怖い、20日目ですね。どうなってしまうんだ。さあどうなるんでしょうか。それでは VTR どうぞ。はい、20日が経ちました。はい、野菜ジュース生活20日。20日待ったらすごいですね。ヒゲも生えるわ、髪も短くなるわ。そしてヒゲが落ちるわで、そうですね、いろんな変化がありましたね。さすが野菜ジュース、まあ、俺の報告としては、はい、1日に生産されるおならの量が増えた。おならの量ですか。なんか多分腸が良くなってんのか。あー、活性化されて。そう、すげーブーブー出る。でしかもそのブーブーが臭い。臭い。臭いんです、このブーブーが。匂いが、匂い臭いです。普段そんな匂いないかったんだけど、飲むようになってからは多分結構大きめのおならを1日何発も出す。特に夜がやばい、寝る前。とにかくおならがやばいです。健康なんでしょうけどね、ダンソンが。私はですね、あの10日目の時にお通じがっていう話をしたじゃない。そうですね、生まれて初めてのやつ。はい、それから3週間でもう4回は出てるわけですよ。
おおすごい、素晴らしい、ちゃんと継続してるから、うん、そうそう、お通じも継続してる。今まで2週間に1回だったのが3週間で4回出てると。すごいな、すごい。でこの間急に会社でこうお腹痛いなってなったわけですよ。痛いの、それともうんこするぞなの？あ、もう出るな、あ、出るなの痛みね。出るなっていう感じでトイレ行くじゃないですか、はい、その後3日間会社のトイレ詰まる。そうなんだ、これ本当聞いてほしいけどね、トイレ行って、いや知らないけど帰ってきて、メグさん、あのトイレのすっぽんって会社に置いていいですかって質問されるもうやめてよ。ちょうど掃除の日だったんです。そうで、こう金曜日ですか、やって詰まりが取れなくて、土日まあ相手が行けば月曜日大丈夫だろうと。で月曜日会社に来て他の社員の方に呼ばれたわけですよ、急に、はい、どうしましたって言ったら、いやダンソーさん、まだトイレ詰まってます。なんで放置して帰ったん？いや全然すっぽんでも取れなくて、トイレ掃除して金曜日にずっとしててさ、なんで放置して帰る、なんで放置すればうんこ治ると思ってんの？いや、まあ、ふやけるかなって思ったんですよ。あ、ふやけるか。で結果月曜日に行ったらなかなか汚い水になってる。あー、ふやけただろうけど、ふやけただろうけどまだ詰まってる。何それ。でどうしたの結局？その後、まあ、10分15分格闘しまして、やっと流れました。あ、やっぱふやけたんだ。多少はふやけた。そのうんこっつうのは徐々にこう硬いのが柔らかくなってんの？いや、硬さとか変わんないですね。硬さは変わんないんだ。とりあえず出るって言ったけど、硬さまではまだ変わってない。はい、じゃあ30日後にはもしかしたら変わってるかもしれない。そうですね、次が最終経過って結果発表になりますからね、はい、なので皆さん30日お楽しみに。楽しみに。さあどうでしょうか。どうでしょうか。どんどん健康になってる。どんどん健康になってる。もう今もうだって俺すげえもん、すげえ、もう早くこのモザイク撮りたい。というわけで今3日目の俺たちがどうなったかご覧ください。いやー、うわー、黒くなったー。今モザイク取れたってことですか？そうですね、もう真っ黒になっちゃいました、飲んだら。どうもこんにちは。私はそんな変わってないです、見た目は。まあ、ぶっちゃけ顔の色は変わりませんでしたね。そうですね、若干私も作業とかで焼けたぐらい。そうですね、日焼けぐらいですよね。で30日間自分の顔をなんかこう晒しただけ。そう、そうですね。変化もなく。変化もなく。ただ、いや、もう俺はまあ黒くなった。はい、まあそれはちょっとガッて焼いてきたからなんで、まあでも実際本当に顔の色は変化しない。そう、黄色くはならない。うん、黄色くはならない。黄色くはならない。ただ、お通じがマジでいい。間違いないです、ね。お通じの間違いはないですね。結局この1ヶ月で6回。ですかね、6回出ました。俺じゃねえですかね。6回出たんですね。6回出ました。通常の人ですね。そしたら通常になってきてます、ね、なってきてますね。2日に、いや3日に1回ペースだもんね。3日か4日でいっぱい1回ペース。そうですね。であと、あの2月から始めたじゃないですか。でうちインフルエンザ流行ったんですけど、会社で流行りましたね。かかんなかった。かかんなかった。確かに元気にさせてました。元気に、そうそう。だから結構このパワーなんじゃないかと僕は思うんですよ。そうですね、私とか野菜全く食べないのにこれを飲んでだいぶ変化があるっていう、こいつのパワー。だから今日からダンソンはこのやつ打ち切るんで私は打ち切ります、ね、また2週間ほどのお通じを育ててもらって、いや、マジでこれプツって切った瞬間にそれが生まれたらやっぱこれすごいって、これすごい、サイドがあるんで。はい、いかがだったでしょうか。はい、大型企画、大型企画っていうか、まあ、時間をかけた企画。そうですね、メグ TV でもめったにやんない、あんまやった記憶もないんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、また今回こういうのを飲み続けてくれみたいなやつがあって、体が大丈夫ならばやっちゃおうっていう気概はあるんで、そうですね、なんかそういうなんか知ってるのがあったら下に書いてください。書いてください。この企画面白いなとか思ったらぜひグッドボタン、登録ボタンも押しておいてください。
それではまた明日、さよなら。